ないのは、人の願ってる幸せ、自分の願ってる幸せも、思ってる幸せ、希望いうのは、正しいことなんかどうなんかって言いたいんだね。ね。ほな、例えば、その例の小学校の時の話やけど、計算が早くなったら幸せやと、私に競争心回して、対等になったら幸せやとか思ったかって、それは正しくない。自分もそんなして、逆に頭優秀だって話しかけるくせに勝手やし、で、やっぱり、その死んだ友達も、そんな風に、もう私のことをそんな男の子を言うちゃんから悪さされんなら、もう言うちゃんに元気やったら、他の人をされたか言うたりとか、そんなしてもう男の人でも、自分で手洗いけへん、体の不自由な、ご高齢者の世話してんのに、男どんな役割が違いながらも、そんなおむつ替えるのも、ちっちゃい子でおむつ替えるのも、いやいや、言うてなんか、そんな自分で手洗いけへん、お父さんの介護させられて、そういう不幸な目に遭わんだなんのも、あやさんは感染者で自業自得、これはカルマ。幸せ、願ってる幸せいうのは、正しいことなんかどうなんかやし、ほんで、わからへん、なんか天人の大きい言葉がなんか不幸やるって書いてあったら見て、もう、優秀、自分はほんまに天上界で幸せ幸せって言うのもってのは落ちることがあるって聞く。なんかさっきと言うてること違うんです。あ、言うてることある？違ってた、まあ、さっきの言うてること違うってことどんな悩みを持っててどんな願いがあるかっていうこと。それもあるけども、正しくないことか、例えば私が言うてるのは正しくないことの願い、そんなもうそんなもんな、死んだ友達かって自分の願い正しくないと、どこまでどうなんかなとか思うからね。それを聞くってことですね。私もそんな自分も自分の願ってます世界って楽がしたい、楽やし、やっぱり身勝手だと思う。自分勝手で妬みも被害もするからね。